昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、占い師ですよ。ランダムで3番線が白です。そうだな、僕は頑張りたいと思っていて、例えば22だったら釣り切って僕はね、占い信用勝負で、ね、勝ちたいと思ってるよ。僕は占い信用勝負で勝ってこの村を勝ちに導きたいけど、結構ね、なんだろう、不当な黒塗りっていうか、僕は絶対に正しいことしか言わないけど、それって僕視点でしかないから、いろんな精査をしてほしいと思っているし、僕視点から考えるいうことっていうと、なんだろうな、遠慮して喋っちゃうのかなって、狼さんっていうのはっていうくらいかな。男子は3番さんです、僕は頑張ります。騎士は2にでも出てほしいと思っているけど、僕が騎士だった時は絶対に潜伏するから、そこはいいんじゃないかなと思ってますよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。1番さん占い師把握です。まあ、1番さんに関しては、まあ、盤面かけまぎ次第かなって思ってますね。正直、進化もくれる要素も、偽化もくれる要素も、拾うことはできなかった。まあ、いろんな精査をしてほしいっていうことなんで、まあ、1番さん自身もグレーの精査をしっかり2周目から残していってもらいたいなと思ってますね。はい。現状、1番さんが占い師しか出てないので、わかんないんですけど、これ以上触れることはないんですけど、まあ、前半の位置の低いに関しては前の低いに触れてもらって、後半位置の低いに関してはできるだけ色を隠せるような発言を残してほしいかなとは思ってますね。できれば、クリーチを上げられるのであれば、後半位置の掛け、理由をつけてしっかり、その点は述べてほしいかなとは思ってますね。はい。そのぐらいですかね。1番さんに関しては現状どちらもくれないです。4番、3番さんどうぞ。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、1が占いで俺にしろっていうことで。まあ、1の真偽はまだわかんないですね。2周目かなと思います。2番さんも正直色が落ちないんで。まあ、なんだろうな。まあ、わかんないんですけど、まあ、思考ロックはやめてほしいかなと思います。はい。まあ最初の印象も大事だとは思うんですけど、なんかそれだけでずっと黒塗りされても他の情報ねえのって思っちゃうから、情報更新して、思考の更新をして精査してほしいなと思います。その上で黒いんだったらさらに黒要素を上げてほしいなっていうふうに思いますかね。まあそんなとこです。3番さん白もらってるのに、はい、えらい暴力あるな。1、2について特に今のところ色落ちないです。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。そうですね、1番さん占いっていうことなんですけども、確かに自分目線でね、新占い師だったら自分が正しいっていう思考はできるかもしれないんですけど、単体精査みたいなことを言ってたのかな、ごめんなさい聞き間違いだったら。でも単体精査に関しては占い師をするべきじゃないと思ってる。占った結果でそこで白置きできるから、どっちかっていうと占い師っていうのはライン見ていく線の方がいいのかなと思って、で3番さんに関しては思考ロックしないでほしいっていうことが1番さんに対しての発言だったのか分かんないんだけど、1番さんに関しては自分の言ってることが完全に正しいとか思わないでも、ちゃんと柔軟にね、いろんなラインを追っていってほしいなっていうところ、2番さんに関しては色落ちないです。っていうことで、触れたところで3番さん白かなって見てるんだけど、それに1番さん3に白に出したからといって、新占い師だとは見てない。ここから出てくる可能性あるからね。思考ロックはしないでいきまーす。村人陣営でーす。2周目っすね。5番のプレイヤーが発言します。1番が狼の時に4番が3番を白評価する構図から、1番4番はワンチャンあるかなって思いました。1番に関してはなんだろうな、自分自分視点で話すことって、自分が話すことは自視点の話でしかないから、なんか、いろんな感じで精査を入れてってくれ、みたいなのが、なんかいいなって思っちゃったけど、別に対抗が出てからの精査でいいなって思ったが、まあ、2番、3番はほぼ要素が落ちていないなって思っていて、
なんだろうな、3番という、なんだろう、発言順的には結構フリー1に白を打っている構図が1番3番もあるし、まあ1番狼3番村の思考があんまり今見えていないかな。ちょっと変な発言してたらごめんね。6番のプレイヤーが発言します。いや5番さん全然変な発言してないと、自分と視点結構似た。俺1、3人狼4強あるかなと思った。いや3番さんって片白だからほぼ釣られない位置なのに、えらいなんか防御感があるなって俺自分感じたから、よあの黒塗りなんか思考ロックでしないでくださいみたいな感じ、めっちゃ防御感あったんで、俺3番さん黒いなって思って、4番さんが3番さん白いっていうのもちょっとわかんなかった。で5番さんに関しては1、3もちょっとあるのかなって言ったのと、若干最初の発言で4番さん相性も視点あったんで、俺5番さん最白、俺1、3、4。まあ、1番さんの黒要素ってないんだけど、3番さんがちょっと防御感あって黒いんで、現状1、3人狼4強とか、1、3、4の3人外は俺あるんじゃないかなって現状思ってる。7番のプレイヤーが発言します。はい、まあ4、5、6は何を言ってるんだろうって思ってますね。4番、占いは単体精査するべきじゃないんですか。そんなことはないと思いますよ。はい、どんな論なんだろうと思ってます。考え方全く合わないですね。5番については1、4があるかなと思ったんでしょ。まあ、ちょっと俺も思いましたよ。4の1殴りは不当だからね。ただ、1浪3村の思考が見えてこないってことはさ、いや、それ、1浪浪があるんだったら、1浪3村の思考ってあるんじゃないんですか。はい。6番さんはちょっと本当にわからない。3の防御感って何なんでしょうか。だったら3の1で何を喋ればよかったんですか。あくまでもこれからの、まあ、議論としてね。だって1、2ってあんまり触れれないでしょ。あんまり言うことないでしょ。だったらこういうことは良くないんじゃないのって投げかけるのの何が防御感か意味が分かりません。はいはい。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。霊能です。霊能でした。そうですね、6番さんの言ってた3番さんの黒いっぽいっていうのはちょっとすみません、僕も経験があんまり経験値がないんで分かんなかったなって、7番さんと同じ意見だなと思いました。と、そうですね、5番さんが言ってたんですけど、ちょっと乗っかっちゃう感じになっちゃうんですけど、1、4ラインは若干あるかなっていう風な、本当に若干ですけど見えたかなっていうのは感じましたね。で、1番さんは青森出身なんですかね、なまりがすごい好きだなと思いました。ちょっと母親が青森なんで似てんなって思いました。なんでちょっと、9番さんが占い出てきたとしても、白浮きしちゃうかもしれないですね。あ、ちょっとそれは冗談です。嘘です。そうですね。9番さんが出てきたらグレー行くんですかね。ちょっと盤面バーンって変わるかもしれないですけど、ちょっと盤面決まってから考察伸ばしたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。西です。西郎です。現状6番が一番白いかなって思ってて、56か。56って1、3、4の3人街追ってて、で俺ってまあ、1番さんの偽要素を言えるんですよ。1番さんって、自分が騎士なら絶対潜伏するけど騎士出てきてねって言ってるんですよ。全く無駄にないこと言ってますよね、1番さん。で騎士は絶対潜伏でいいよ。騎士潜伏したら1って絶対黒打てないから。そう、あと役すかしもやめて、役ないのすかすのもやめてほしい。で今4が怪しいと思ってて、4って、3番白いなって何の理由もなく3番白いなっていうのが単体で黒いと思った。4番が単体でおかしいと思った。うん、だから俺1、4人狼とあるのかなって現状思ってる。グレーなら4番さん行きたいかな。6番さんがその指摘できたのはめちゃくちゃ白いなと思いました。1番のプレイヤーが発言します。僕視点はね、いろんなマークをつけたんだけど、4番さんに強靭マークつけたんだけど、5、7番さんってどちらかっていうと、なんか心象下げつつも間接的に、6番さんだけなんだよ。もうバカみたいに僕と3番さんをなんかぶん殴ってきて、5番さんが言ってる論
ていうのは僕視点から見てもなんとなく分かる感じだったから、これ八番さんが一角してる盤面だから僕は棋士さんは出てほしいと思っているし、占ってさ、なんかもう、はい、棋士ですよとか、何が言われたいのと思ってるから、9番さんが西郎でしょ、2番さんって、ここで出てくるの ?9 番さんってそれで、8番さんが一角してる状況下で、8番さんの生産なしでしょ、どうなんだろう。48は釣り切ります。で、4番さんの、2周目、しかも僕の発言を聞いた後、これの秒数と、あと、そうだな、96狼で、かつ、6番さんを白く見るっていうのは僕はあんまり見えてないし、6番さんってめちゃくちゃ僕殴って言えるから、あんまり見えていない。57番さんが、僕視点は、こうあんまりよく見えないから57どっちかかなって思っているかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能科が現状を白言聞き次第かなとは思ってるけど、4番さんから行こうかなって思ってるかな。うん、ギリエコしか4番さんって結構陛下がたまってて、人海があっておかげた位置に関しては学科脇には霊能っていう資料っていうのは遅かったかなって思ってるかな。1万3の位置でバッと出てくる、8万3っていう外交、あなた自身の外交が出てくるならば、1万3の位置ですぐ出てきてもよかったんじゃないかなって思ってるかな。まあ、そのくらいの右辺力なんで、白言聞いてから4、8っていうのは、どちらか逃げっぽい方から各時期に俺は投票します。現状、外科だけで言えば4番さんが若干気になってるんで、現状4番さんから行こうかなって思ってますね。はい。4番さんから行こうと思った理由の、もう一つの発見は、3番さんが白だと思っている理由がない薄いかなと思って、3番さんっていうのは俺と同じでほぼほぼ色や印象ってつけられない位置だと思ってるんで、なんでここで4番さんって3番さんっていう位置を白いかなって思ったっていうのかなと思って、4番さんが3番占い師で3番さんに白とかそういう発言ならわかるんだけど、霊能でその発言っていうのは分からなかったかな、正直。あんまり4番さんのシーンを現状終えてはいないっていうのが状況かな。自分の中であるかなって思ってる。裏返しに関しては若干崖が急らしいかなとは思ってますね。はい。まだ、うん、まあ、発言内容から一撃なものもあるんだけどねっていうところ。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、4、8は2周目の発言聞いて、はい、偽っぽい方に入れます。今のところ4に入れようかなと思ってますけど、4は霊能使用が遅かった理由はちゃんと説明するべきだと思いますよ。はい。いや、センス合わない人が多いから、もう7が狼だったら勝てないなっていうぐらい7が真っ当だと思いますよ。うん、6番さんが言ってる俺が、なんだろうな、防御感があるっていう意味が分かんないんだけど、思考ロックするなっていうのが防御感になるってことですか？よく分かんない。その論自体がもう、マジで言ってることが意味不明で、5が白い理由も分からん。本当に7が言ってる通り、5目線で1、4、ローがあると思ったんだったら、1、ロー、3、村ってあるから、なんでそれが追えないのかがよく分かんないから、5の言ってることおかしいなと思ってて、6はそこを白いって言ってるから意味分かんないし、9が6を白いって言ってる意味も本当に分かんないから、9目線だって普通にさ、1が偽なんでしょ？で、対抗で出てるんだったら、1、6でライン切ってるとかいう精査もできるんじゃないのと思ったから、9が偽だなと思ってて、で、2自身も、9が真の要素が俺には分かんなかったから、ごめん、7以外で正直、白いなと思える人がいないです。はい。っていう感じかな。はい、1が真っぽいっていうより9が偽っぽい、9の精査がね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。うん、まず3番さんを白だと思った理由に関してなんだけど、ごめんなさい、3番さんに関しては訂正させてもらうわ。うん、自分と思考が似てたからそれで簡単に安易に白って打っちゃった。うん、ただし、もし3人外なんだとすれば、
あえてね、そこをね、思考ロックしないで柔軟に考えるってことで、可能性広げるっていう意味では人外かなとは思ってる。うん、グレ釣られた方がいいからね。でね、俺ね、人狼釣りたいのよ、狂人じゃなくて。うん、狂人って PP 以外で釣る価値ないと思ってるからね。で、霊能出なかったらさ、霊能ってさ、一人仕様だったら釣られない立場じゃん。だからさ、8番がさ、人外だった場合、人狼、狂人じゃなかった場合さ、出れんのよね。うん、だから8番人狼だと思ってる。狂人ってよりは。うん。で俺は何と言おうとも8に入れるけど、うん、そんだけ。で、1番さんに関しては相変わらず考察落としてないかな、ラインを探ってないかなっていう意味でも、黒くは見てる。だから占い師潜伏でいいんじゃないですか。2日目で出てくれてもいいし。まあ、共鳴で見られてて、で、釣られる可能性、霊能使用しなくても釣られる可能性が高い中で、ここで出てくるかって話なんだよ。そこのメリットあんのっていう話、人狼的にね。人狼目線からしてそのメリットあんのって話。だったらグレーから攻めさせた方がいいんじゃないのって話。だからここであえて遅いって言われてるけど、遅く出るメリット、そこを取りに行った以上。うん。僕は8番さえ入れるよ、悪いけど。メリットないかね、ここで出てくる。そんだけ。5番のプレイヤーが発言します。まあめちゃくちゃ自分の人狼否定をしているところから4番って狂人っぽいなって思っているけど、4番の言うその主張は全くなってないですね。あの 村視点で4番が人外っぽいっていう主張があるから、4番が霊能で逃げるなんて普通にあるから。あと4番の主張の中で8番狼塾でじゃあどこがつながるんだと思ったけど、4番が仮に狼だったら1番かなって思っているからいいです。7番が一番真っ当に見えている。俺は一応変な発言しちゃったかなって言ったんだけどね。だから汲み取っては欲しかったけど、まあ1番4番を追ったのに1番狼3番村の思考が見えないって言ったのは、まあ俺はおかしかったと思っているから、7番の指摘は真っ当だと思っているから、まあ別に狼だったら釣れない位置ではないと思っているけど、指摘は真っ当でした。ね、9番1番の精査というか、3番が9番偽主張の理由がなかったな。これは2番が9番を新主張する理由もなかったんだけど、3番って7番が釣れない位置にいるんだよね。1番って7番5番どちらかに狼がいるって精査を残してるんだよ。多分1番と3番って目線が違うと思ってるんですね。9番1番の差がどこについたんですかね、3番さんとは思っています。4番狂人だったら1番3番があると思っている。だから1番が7番5番をラスールで上げているのが若干視点が合わないと思っています。以上。6番のプレイヤーが発言します。これは今回こそ霊能は決めよっていいんじゃないかなと思う。明らかにやっぱちょっと4の CO が遅すぎる。まあ8番さんの1周目に出てくるメリットってないんだけど、ちょっとさすがに CO 遅いから釣り逃れの、狂人人狼で十分あると思うから、明日は占い決め打ちっていいんじゃないかな。俺やっぱ9と視点が合う。やっぱ俺5番さんやっぱ視点合ってたから5番白い。だから俺3か7に狼いると思ってて、7番さんと俺のこと怪しんでるならしっかり釣り寄せばいいのに、あの釣り寄せなかったとこと、3番さんから評価書をしている7人狼も十分あると思うから俺7番黒いんだよね。で3番が9番さんから占いされようとしている3強も十分あると思うよ。だから4、1人狼俺あると思うよ。だからそういう時っても8決め打った方が俺いいと思う。7番さん、霊能決め打てるかちょっと聞きたいな。俺4番さん行って明日1行こうかなと思ってるよ。3番さんの共鳴が結構高いことから。どう ?8 番さんちょっと頑張って、今回こそ決め打とうよ。8番さん頑張ってシーン取ってね。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、決め打つかどうかは状況次第じゃないですか。まあ、決め打つとしてなぜ1に行こうと思うかっていうのは、俺は現時点ではわかんないよ。まあ、4を釣りますが、もう理由は割愛するね。6番さん話聞いてますかね？ 4、5、6全員もうわからないんですよ。言ってる意味が。
全部ずれてると思ってるから。で、なんで僕が6だけ釣り押す必要があるんですか？だから投げかけてるんですよ。これがおかしいと思ってるよって。はい、で、6番は、それをこう不当に思うんだったら、それにアンサーすればいいんじゃないですか？ 3 の防御感について、3も答えてましたよ。まあ、91は難しいですね。まあ、1視点で96が見づらいっていう視点はわかるけど、1視点2はどこ行ったのとは思いましたけどね。9番は6を白いと思った理由、ごめん、ちょっと俺は汲み取れなかったから、もう一回説明しておいた方がいいかもよ。今、霊能決め打つっていう思考の人が現れてるから、その場合って明日91の乱になる、もしくは、黒崎とかにいろいろ可能性があるから、うん、5番若干こう今説明しきれないけど引っかかる要素があるんですよね。その14の4のローとか強とかの軸での話の考察に違和感があるんだけどな。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。ちょっと期待されてるってちょっと難しいんですけど、まあ、4番さんはあのタイミングで出てくるんだったら強人だろうな、人狼であそこで出ることはあんまないだろうなと思ってるんで、4番さん強人なんで多分ずっと色見ても白なんですよね。なんでまあもう安定進行で22番目なんで、まあ多分村目線、僕が霊能じゃなかった場合の村目線で言うと、あの両方48釣り切った方がいいんかなって考えます。まあどっちでもいいんですけど、それは村の人たちに任せます。で、グレー精査と占い精査したいんですけど、占い精査すみません。ちょっと正直よくわかんないですね。もう同じ感じなんでわかんないです。同じ感じっていうか、もうどっちもどっちみたいなところがあります。で、2番さんが僕気になってて、その4番、8番の精査の話をずっとしてたって、なんかちょっとあるぐらい書いてるのかなって感がありました。あ、すみません。ありがとうございます。追加は。で、5番、6番、7番は、ちょっとマジですいません。わかんないですね。まあ、そうなんですよね。占いと LINE も全然どこも繋がんないしなって思っちゃってます、今のところ。そうですね。7番さんが、の言ってることも全然わかるし、まあ、6番さんが言ってることはちょっとレベルが高くてあんまわかんないな、ちょっとわかんないなっていう感じですかね。5番さんも、15段もともだなって感じです。すいません。ちょっと全然落ちなくて考察。すいません。9番のプレイヤーが発言します。まあ、例の48発言ではどっこいどっこいだけど、4の出てくるタイミングが遅すぎるのと、4の考察が全く分かんなかった。だから4強つっても8の明日の発言にもよるけど、4決め打ちでもいいのかなって俺は思ってた。でそこで6が新決め打ちでもいいのかなっていう発言あったから、6とはやっぱり視点合うなって思ってて、で7番さんにアンサーしていくと、4番は何の理由もなく3を白に置いたのが、俺は4が単体で黒いと思った。それを6番は対抗の1も黒で置いて4も黒で置いたから、俺6は視点があったから白いって言った。でさっきの7番さん気になったんだけど、7番さん最後になんか5に視点を向けてたのがなんか変だなと思ってて、何の理由もなく5が怪しいっていうのが、7が人狼で5に怪しむ視点を作っとく人狼かなって思った。7 の最後の5の視点の向け方が変だったから、ワンチャン17人狼あると思ってて、で3番があそこまで9叩くのって13人狼はあんのかな。3があそこまで人狼で俺を叩くかって思うと、そうもそんなことはない。俺がもし人狼だったら新占いなんて叩かないからね。俺は絶対ライン切りすると思うから、3は薄いと思ってる。で現状一番濃いのは17人狼で、俺4決め打ちたいと思ってる。4の発言も出てくるタイミングもシーンがないから。以上、全プレイヤーの発言が終了し、9死んじゃない。私が悪人ですって。9噛んでくるかな。怒りますよ。413
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3も怪しいな。遺言を発表してください。3でなんで4いけないの、だから俺が言ってんのは4番がすでに黒いと見られてる時点で、そこでね、霊能に逃げてね、霊能ローラーされる流れの中で、そこでつらわざわざね、つられるのを確定する動きがね、メリットあんのかって話だから、そこで使用した。使用遅いって言われてるけど、俺一番さんの時点で使用してるから、ね。二周目に一番最初に使用してるから。最初の視点合ってるんかな。俺八番さんは人狼だと思ってるよ。俺が出てきてない段階で霊能って一人だったら確定だったらつられないやんか。そこで出るメリットあるんだよね。で、狂人だったらさ、俺出てこないと思ってんの、ね。8番さん人狼あると思ってるよ、俺全然。狂人の可能性もあると思う。8番さんは俺目線違いは悪いけど、そんだけ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、もう俺噛まれたら、9の締め爆上がりやろ。多分俺噛みたいはずよ、一郎の時多分俺噛みたいはずよ。それか2噛むかな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。うわのプレイヤーが発言します。4死後結構か、8目線4番さんは狂人っていうことね。9番さんに比較が聞かせてほしいことがあるんだけど、今7死後っていうことが起きた事件で、あなた目線じゃあ相掛か1っけ、1の1番の囲いなのか、5、6の中にいるのか、愚痴学の目線で見ているのかで教えてほしいのと、もう一刻。決めてもいいじゃないかって言って、4決めてもいいじゃないかって発言してなかったりしたっけ、それで4いったんじゃなくて思ったかな、若干ね。ただ単に4の2票を決めるっけっていう言葉が良かったけど、4を決めるっけっていう発言が若干引っかかったここかな、9番さんに関してのそこはね。あと、7番さんが5番さんを理由なく書かれたんじゃなくて、5番さんっていうのを書かれた理由って、7番さんが言ってたのは、言葉にできないけど引っかかったっていう理由は言ってるんですよね。ちょっと9番さんに関してはそこを聞きたいと思ってる。はい。その、9番さんは1番さんのどっちで見ていて、っていうのは、考えるかな、教えてほしいかなって思ってるかな。一応ロジックがあった場合は3番さんもしくはグレーの中にいるのか、もしくは1番さんが狂人があった場合の匂い実験を9番さんに関しては聞かせてほしいかなって思ってる。3番のプレイヤーが発言します。はい、難しいな。まあ、今日はどうす、8いきますか。8いって9の占い結果一応聞きますか。俺は1が死んだとは思ってるが。で、昨日8入れた理由は、4の出方より8のグレー精査の方が全く何も俺は8から落ちなかったから、普通に偽だと思って8投票しました。はい、で、もう7騎士でしょ。わからん、マジでわからんのだけど、もうなんだろうな、ほんと、きつい。7しかいなかったもんだって、もうマジでわからん。三一人狼じゃねえかな。いや、まあ発言きます。もう、これで今日は8がめっちゃ死んだと思ったら9いくけど、まあどっちにしろ多分8、9は釣り切ると思うんで、まあ8から行こうかなとは思ってますけど、はい。そんなとこです。はい。5番のプレイヤーが発言します。
俺は9番に行きたいと思っていて、9番狼軸で6がないと思っている。どちらかというと9番狼で5番、6番に対しての評価書を行っているように見えるから、9番狼軸の6番が村だと思っているから、9番が狼だったら2番だと思っていて、別に1番3番の1番地神もあると思っている。9番に言っとくよ、5番6番が3番疑ってて、9番って5番6番白評価してんだったら3番占いや。いや7番占いはないだろって思ったけど、7番って2周目に関しても4番5番6番って意味わからんって、視点の更新がないやつなんだよ。この盤面下で7番はヘイトを飛ばしすぎているから狼っぽくないんですよ。いや9番は3番占いないとダメだと言ってますけど、あ1番が狼だったら3番だと思っている。4番8番単体精査で4番の方が偽だと思っているから、どちらかというと9番を釣って8番に9番の色を見てもらいたいと思っている。かな。正直9番、9番真、9番偽、1番真だった時に1番を噛む必要ってあるのかなとは若干思うけど、正直9番の仕事ってほぼ終わってると思っているんです。自主点、9番狼軸で6番がないと思っているから、ほぼ3番だと思っているから、だから9番の仕事がほぼ終わってると思っているから、9番の色を8番に見てもらいたいと思っている。6番のプレイヤーが発言します。なんか5番も怪しくなったら、5番も俺白置きしてるなら3いけるやろ。なんで3いけないの。まずね、まず8投票っておかしいやろ。あの3番さんの4番ってもうほぼ釣られそうで、遅れて CO してるから、あそこに行けない3っておかしいから、1、3人狼4強だと思ってるよ。もうこれ9釣らせるための1神でしょ。いや俺3行きたいけどね。俺3で終わると思うけど、俺9と視点が合いすぎるから、俺9死んだと思ってんだよね。で2番さんも特に黒いわけじゃないし、ちょっと5番がここでなんか9行こうとしてるのは怪しいけど、5番も最後1、3人狼あるんかなって追ってたの俺と視点合ってんだよね。やっぱね、3番がなんかめっちゃ思考ロックしないで、思考ロックしないでって言ったのが、俺って結構ね、その位置で1周目から出てくる占い師ってあんま死んで見ないんだけど、そういうのを若干叩かれると思って言ってんかなっていうのも少しあるんよね。で、しかもなんか9の芯があるけどどうしようかなとかなんか言ってるのも黒いし、俺3一人狼4強だと思ってるんで、俺3行こう。7番さんちょっと勝負しない、ここは。疑って申し訳ないけど、岸さん。俺3行こうかなと思ってる。7番のプレイヤーが発言します。はい。では勝負しましょう。これから3番に投票することを禁止します。3番が狼だったら勝っていいですわ。だって3の論が合ってんだから。5、6が言ってることがおかしいんですよ。だから3には絶対投票しないでください。わかりました。6番が村だったら他を探しなさいって言っておきますね。で、まあ、8、9は釣り切ろっか。釣り切ろ。うん。釣り切るから8から行こうか。絶対に釣り切りましょう。5番は視点の更新があっていいはずですよ。8番が4白結果を落としてるわけだから。でも9番が7占いおかしいって殴ってますよね。7がヘイトを向けまくってるから白いんですか？そうじゃないと思いますけどね。だって9番のその前の発言でやっぱり気になってて、6番が1を追ったから、9番って6を評価したけど、その視点は最初に話したのは5番のはずですよ。一応ローが見えるっていう発言は5番はしてるからね。だから5と6にそこで差が生まれるのがおかしいと思ってるんだよな。うん、はい。まあ、あとはちょっと頑張って、もう、一回視点をリセットしてください。いいですか？噛まれた動向じゃなくて、発言を聞いてください。3番は8の発言がおかしいと思っただけ、それは同感します。8番のプレイヤーが発言します。
はい、もう全然わかんないですね。7番さんの言ってる通り、3番に入れるのはないかなって思ってます。僕目線、4番強靭で1番噛まれたんで、1番さん芯で9番さんローで、僕目線3番さんは、1番さんに白出されてるんで、まあ、確証、僕目線ね、確証なんで3番さんなくて、9番さんロールでしょって感じなんですよね。なんで、6番さんが言ってることが全然わかんなかったです。地神を追うってことなんですかね、1番さんの。地神ある？地神、3、1、3つないで地神？3球どっちか言うってやったら僕9だと思うんですけどね。これどう今のなとんだころ9ろう番ね。の発言次第かもしれないですけど、9いると思います。9番のプレイヤーが発言します。まず、なんで7番さんにアンサーしておくと、7番さんが僕に質問を求めたんですよ。6をなんでそれで白く見るのって。だから俺は6を白く見る理由を言った。で、5もどう、あの5も俺1周目で5、6って言ったからね。そこは把握お願いしますね。で、2番さんになんか言われてたよね、確か。何だったっけ？4を決め打ちたい。4の偽を決め打ちたいってことですね。すいません。で、俺3、5で言ったら俺5が怪しくなったんだよな。俺、狼って絶対俺から行きたいと思うんだよ。で、3って8、9なら8から行きたいって言ったんだよ。で、3がもしローなら、絶対俺か、占われるじゃん、3って。なのに8から行くって言うかなって思ってて、しかも3って初日、9、偽まで言い切ってる人物だから、1、3でそこまでするかなって思うんですよね、俺は。だから俺3のローはちょっと薄くなったなって思ってて、で、5が今日9から行こうって言ったのがめちゃくちゃ黒く思えてて、俺5、黒なんじゃないかなって思ってます。じゃあ今日8番とりあえず行きましょう。絶対次の日黒見つけますから俺。俺もう、7番さんはなんでそこまで5、6、6おかしいって言うんかな。俺5の方が黒いと思うよな、3に比べたら。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにもどんな根拠が。俺産後も確かに黒いよな。投票五が終了しま七九しいた。ったか。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。はい、そうですね。安定進行でいいかなと思います。今、多分次の日は9番さんつってもらっていいと思います。ちょっと僕、3番さん入れたんですけど、まあ、9番さんの発言も、と思って、ちょっと迷って、どっちでもいいなと思って、どうせ僕だろうなと思ったんで、3番さん入れました。で、まあ、次の日9番さん行ってもらえば、まあ、勝てんじゃないかなと思うんですけど、LINE で考えたら、62どっちかだろうなって感じなんですけどね。5番さんと今、LINE 思いっきり仕切ったって感じかな。3はないよねと思うんですよね。3番さんの発言内容的に。そんな感じです。あとは頑張ってください。はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。どっちだろう。579。ミスにしてんだけなんかな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。絶対ご苦労だと思ってました。
3、6。俺でも6とずっと視点が一緒なんですよね。で6が最初1、6人狼で6が最初から1、偽って言って1、4黒いなっていう発言落とすかって言われると絶対落とさないと思うんですよ、6が。んーだから3黒かな。すいません、俺これずっと5番3黒だと思って5番占ったんですけど、あーでも3の方が黒いんですよね、3と6って比べたら。3の初日俺の叩きっていうのめちゃくちゃ人狼目薄いなって思ったんですけどね。でも俺6とずっと視点合ってるから3に行こうかな。あ、俺がもし人狼なら絶対5に黒打った方が強いからね。あそこまで3白くなったなって言って 5黒いなって言っときながら今日5絶対俺人狼なら5黒打つからね。え、結果ちょっと3と6の発言聞くけど現状3かな。1が霊のローラって言ったことが1のローメがめっちゃ高いと思ってて、1が初日次の番号に白出せるってことは囲いの線が濃いのかなって思ってるから3かなって思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、9番さん1さんが濃いって思ってるのか。確かに6っていうのも要素、すごい要素っていうのはあるとは思ってるけど、3に関してもそれほどの黒要素って拾ってはいないんですよね。9番さん目線って3番さんが現実にすごいじゃないかっていう発言残し、白くなった気がするって言った時からの更新が6の試験が合ってるっていうのじゃなく、6のどの要素を上げて白く思ってるのか、3よりも白く上げてん白くなっているのかっていう要素を件に関しては聞きたかったんだけどな。ちょっとその試験の更新の理由が聞きたかったかな、聞けなかったのが9番さんに関しては残念かなって思ってるかな。9が真であるならば3、6っていうところに人狼打つ方に人狼がいるっていう目線になるんだよね。どうなんだろう、監獄っていうのにはっきりしかそこまでの黒要素って拾いきれてはいないんだけどな。昨日八番さん言った理由って一番さんってそこまで、はっきり言って新要素っていうものは拾いけなかったんで、地紙を追わなきゃいけないかなっていう試験から8行きましたね。全く追ってない事件で、まあ監獄っていうのは聞きたいかな。発言3番のプレイヤーが発言します。まあ今日は9行きますが、2、5、6は正直本当にわからん。5番さんで気になってるのは、その9が7を占うのがおかしいって言ってるんだけど、7がヘイトを4、5、6に向けすぎてるからって言うんだけど、その論で7が白くなるんだったら、俺も1日目って結構ね、5、6、2とほぼ7以外を叩いてるんですけど、なのに1、3はあって1、7はない論がわかんないから、5の9叩きが不当かなと思ってるから、5、9のライン切りかなっていうふうにも見える。で、6に関してはもう終始言ってることがわけわかんないから、普通に人外もあるんだろうなっていうぐらいの感じです。正直わからん。一つも論がわからん、俺には。はい。だから、消去法で2がまだ薄いかなっていう感じだけど、別に2が白いってわけでもないから、2はその1日目に9が新っぽいって思った要素って言った？俺は分かんないから、2が9を最初新っぽいって言った理由が。だから正直わからん。はい。あ、で、俺は8が偽だと思ってますよ。はい。初め線で俺投票って絶対ないからね。だから4が死んで8投票した俺がおかしいっていうより、他の人たちが多分精査できてないんじゃないですか。8の方が偽でしょ、どう見ても。と思います。以上。はい。5番のプレイヤーが発言します。
まあこれ負けたら7番9番のせいかなって思ってるからいいけど、7番と9番は発言を聞け。あの9番狼塾の6番ってないんだよ実視点。俺の視点に立ってくれ一回全員。9番狼塾の6番がないんだよ。6番って評価集されてる位置だから。だから実視点って9番狼塾なら2番なんだよ。実視点2番の精査ついてないの。2番から村要素を特に拾えていないから、4番8番精査で8番の方が真に見えるから、9番を釣って7番に8超えさせて9番の色を見て、9番で白が落ちた時って3番いけるんだよ。実視点8番を真に見ているから、9番で黒が落ちる可能性だってあるんだから、9番の老系をしないといけないんですよ。9番は3番占えって、今日になって3番狼追ってるけど、初日に3番占いや、5番6番が3番怪しんでんだから。7番は3番のどの要素がいいと思って、5番6番のどの要素がダメだと思ったんかって言語化できてないから、やばいだろって思ってるけど、ああもう3番でいいかなって思ってるけどな。9番の色見れなかった時点でほぼ無理だと思ってる。2番の精査がつかないから、もう1番3番の地紙を追うしかないかなって思ってるけど、いや昨日9釣るべきだと思いますけどな。まあ、6番の発言、6番のプレイヤーが発言します。5番の理論は分かった、5番の理論は分かったわ。9釣って8が何色か出すために9釣ろうとしたんだね。だから84精査で8を新軸で見て、5は9を釣って8が何色出すかで精査したかってことね。誰も占い審議2も3も5も占い審議つけてないけど、俺は9の方がやっぱ真だと思うよ。視点が合ってるからで、やっぱ3番さんが合ってな。俺4発精査してさすがに俺4が真には思えない。1番さん目線も一番、初日のみんな投票見てほしいんだけど、1も8いってんのよ。1,3,4 が8いってんのよ。まあ、当然4は8いくわ。当然対抗だから。いや、1もさ、もうお互い8に背で見て投票するっていうのが俺やっぱ視点合わないよね。いや、7疑ったのは悪いけど、7がちょっと 1,3 とか追ってなかったんよね。だから視点合ってないから7疑ったし、9番さんの進歩要素って、3が9を怪しむ視点が共鳴があるっていう感じ？うん、だからその辺が良かったんよ。俺14人狼とかもあるかなと思ってたけど、3は、占い値入るから外して、7が、自分が7に、7視点合ってなかったから7占いってありだと思うんだよね。いや、俺もう今日3行くよ。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠？3行くって言って9行く。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。だと思う。まず6が白い理由を言うよ。6って、初日4を決め打とうって言ってるのよ。あ、4の偽を、あ、4、あ、8を決め打とうって言ってるのよ。で、勝負出ようって言って3を釣り寄せてんのよ。6が人狼で、6が人狼で3釣って終わんなかった時、6目線めちゃくちゃきつくなる。これ。だから俺は6を白いと思った、2番さん。だから俺3で3かなって思ってます。で、7占った理由も7が最後、理由もなく、もう5も何か言えないけどおかしいんだよなっていう視点を向けたのが、7黒もあると思って7を占いました。で、3を占わなかった理由って、3が木を叩く行為って、3が人狼なら、そんな行為はしにくいんじゃないかなと思って3は占いませんでした。3かなと思ってます。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや
残だとは思うけどね、2もちょっと乗っかったの黒いから、どうなんやろ。いや5はないかな、これが明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。いや6番が9入れててよかったと思ってますよ。2番の精査ができないから、2番の狼もあると思ってますよ。だって2番って3番の狼追って、あんまりなんか3番ってそんな狼かなって視点って、5番6番にラストウルフがいる視点でしょ。だって5番6番が3番行く主張を残してんだから、2番って3番投票できないだろって思ったけどね。2番の思考の中で5番6番村置けた時だけだと思ってるけど、3番行けるのって、だから2番の3番投票がおかしいと思っていて、6番はほぼ村で弾いてます、昨日の9番投票から。2番ってだって、昨日の盤面で、なんか3番にそこまでいけない思考を残していたのに、5番が3番行こうかなって、6番も3番行くって言って、2番が3番投票って、だって5番、6番にラスール見ない視点だから、2番の3番投票は明確におかしいと思っているが、まあその理由次第だと思っている。まあ2番3番のタクで絞ってますね。ちょっと6番さんの意見も聞かせてほしいなって思っています。以上。6番のプレイヤーが発言します。現状はあんまり5に行くつもりはないから、5の9釣ろうとした理由がちょっと聞けたのが白いのと、9を結構新目で見てることかな。いや、ちょっと俺、3に釣り誘導したら乗っかる、2と5はどっちか乗っかるかなと思って誘導して、行ったら2番が誘導したから、ちょっと2の発言聞こうかな。俺3だとは思ってるんだけどね。ちょっと2番さんと3番さんって占いどっち新目で見てるか言ってほしくて、理由もあったらちょっと言ってほしい。うん、3番さんが初日から9怪しむ視点あったけど、そう、なんか理由あるはずよね。7番とかわかんないって言ってたけど、占いどっち新かも。5番も確か言ってないはずだけど、3が9怪しむ視点あったはずだから、そう、なんでかを言ってほしい。二番さんも占いどっち新目で見てたとかちょっと言ってほしい。あと、三に投票した理由ちょっと聞きたいわ。二番のプレイヤーが発言します。俺は初日から9を新下見ている。若干ながら初日は9を新下見ているって思った。発言順がもあるけれど、一番関係グレー性がほぼほぼしかないんですよね。その位置で、まあ二周目の初見を発言位置だから仕方ないとしても、1と9と比べれば、9の方がグレー性格しっかりしてますけどね。だから初日っていうのは、格言中もあるけれど、9の方が真があると思ってるって。ちゃんと明言してますよ。で今でも9が真と思ってますよ。6、3と比べたら3の方が黒い。ここは明言しておくね。じゃあ6番さんが上がって9が、不思議で見えているっていう形でこぐならば、あなた目線って9番、6番関係、9番関係試験があるから9番関係っていう位置が四国、不思議見えてるんでしょ。それが2、5って位置は四国があって、あなた目線って3っていうのが黒、ほぼほぼ黒っていう形になるんだけど、その目線をかけない6も黒かと思ったけど。それに俺はちゃんと1の地紙を追ってるからこそ9が真偽はないかと思ってる。8の3投票っていうのは理由がないから結局わからなかったしね。8が偽だと思ってるから、8が9の色結果見たって、所詮8が偽の可能性がある以上、その色結果なんて信用できないものだと思ってます、はい、俺は3番さんだと思ってますよ。3行きます。3番のプレイヤーが発言します。いや、だから
商標的にはまあ2なんだろうけど、2番さんが9を死んでおいたら3、6の精査をもっとするべきじゃないの。で、俺がローだった場合って1、3ローなんですけど、1、3ローだった場合って、9って俺を占い師から外す発言してるんですよ。あと6番さんに返しておくと、俺はずっと1が真って言ってます。6が偽って言ってます。6目線で1の相方が、9目線で1の相方が6が外せるのはおかしいって。普通に6、1でライン切ってる可能性もあるんだから、9目線で6が1を叩いたところで6は白くならないって言ってるんですよ。だからその視点がおかしいから占い視点じゃないって、1日目からずっと言ってます、俺は。ただ俺は2日目は1は噛まれたけど、8、4、8だったら8の方が発言ニスだったんですよ、俺は。4の出方はわけわかんなかったけど、それよりも8の発言の方がニスで、8がニスだと思ったから、9を釣るよりは8を釣って、一応9の占い結果も聞いて、で9がどっか黒出したら俺は確証になれるわけでしょ。だから9を残して、8から釣るっていう発言をしてます。で、2が結局9が死んだとしても3、6の精査で俺が黒い要素もあんまり上げずに俺って言ってるからほぼ2だと思ってるけど、はい。俺は何も精査間違ってなかったと思いますよ。はい、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。どっち行こうか。いや、1が8行ったのさすがにちょっと死んで見えないわ。1も3も。ちょっと。ああ、どうだ。投票が終了しました。終わってくれ。追放されるプレイヤーは。ゲームさん。ああ、よかったよかった。村人陣営の勝利です。ごめんなさい。その上級者の人に教えてほしいんですけど。8強。いいっすか。いやあ、いいっすか。あ、俺に聞いてる？あ、みんなにちょっと意見欲しくて、僕が言ってた論なんですけど、要は、あそこの遅いって言われてるんですけど、僕目線ね、まあ僕死んだったじゃないですか。で、僕目線ね、あぶり出せるわけなんですよ。で、霊能一人だったら霊能釣られない立場じゃないですか。で、狂人最悪釣られてもいいじゃないですか。だからそこで一人で霊能で出てくるやつ人狼だと見てるんですね。で、僕があそこで出てくるメリットないわけじゃないですか。そもそも4番って黒出しされてるから。ね。で、その状況で4番が霊能で出てくるメリットないから4番シーンって置けなかったです。あ、無理です。それは置けないよ。4は釣り位置に上がってるから。それは。釣り位置で上がってる状況において霊能ってローラーされやすいじゃん。いや、だから霊能で出てくるメリットだから4が普通に霊能使用せずに釣られたら黒出ちゃうから。それだったら霊能使用してローラーに持ってこうとするローっていうのはあるから、うん、そうだから41もあるし49もあるし、もう霊能ローラーに持ってったら新郎新郎もあるし、だから4番さんがほぼつられ位置じゃなかったら結構新名はあるよ、少しは、ね、でも48の発言精査で8の方が偽だったと思いますよ、1日目。あ、だから要はあれでしょ、あのそこでメリットがあるないで黒じゃないなっていう見るよりは2分の1特攻でやった方がいいねって話。すいません、5番さんと6番さんに聞きたいんですけど、あの最後3番さんに行ったのってなんでなんですかね。いや俺はね、やっぱ1番の初投票が新目なかったのと、やっぱ9番さんの視点と、ま、あったとこね。俺も7番さん怪しんでたんよ。で、5番白木の1、3、4怪しんでて、9番さんも全く1、3、4怪しんでた視点あったから、かなり9の芯を追ってた。いっぱい喋りたいことあるので言っていいですか？うん。まあ、まず4番さんの論からだけど、俺は8の発言も芯っぽくなかったけど、4の発言も別に芯っぽいとは思ってなくて、8がローだと思ってるって言ってたんだけど、それって狂人次第だから、狂人が出なかったか、出るか出ないか分かんないわけじゃないですか。だからそれって8が狼であるローにはなってないですね。で、9番に言っておくと、5と6に差をつけるのが分かんないし、
五視点では九六が見えないの視点更新が必要ですよ。六は三を釣りたいって言ってんだから。だって九番って六番にすり寄る思考を持っているから、九番を上軸で六番が村って初週で落としてるから。うん、初週はその論でいいですよ。ただあれだけずっと三を釣り寄すという行動をどう見るかっていう視点の更新を。あ、実点も一番が見えているから。ああ、それ残してほしかったけどね。うん、まあけど5番さんが9釣りたいのは8で色結果見ようとしたのは納得したね。まあ6番の釣り誘導の作戦は良かったと思いますよ。実際に3に、まあ3が狼だったから良かったけど、投票見るっていう作戦はいいかなと思ったけど、ただ2の3投票はマジでやばいと思います。俺だったら2に入れますよ、あんなもん。マジで俺わかんない、自分でクレヨスわかんなかったんですけど、あ、何防御感なんですか、うん、防御感めっちゃなんかね、思考ロックしないでくださいっていうのがなんかね黒く見えたのよ俺。なんで勝ち白なのに。実際それは見える。あのローだったら確率的にグレー釣らせた方が絶対いいから、そこで3番さん疑ってはいた。え、俺村の時でも、いや、まず、あ、もし今後、思考ロックをやめてほしいという発言を防御感と取るのであれば、めちゃくちゃ危険だと思いますよ。そう、マジでその論は本当に謎でしかなかったけど、俺は。で、4、8をもし新境と見た場合、発言で8の、まあ、8が新っぽいとは別に思えなかったと思うんですよ。俺、8投票実際迷いましたよ。だから、8に入れたのが黒要素っていうのも要素になってないと思います。48を新境と見て釣り切る前提だったらね。いやー、まあ俺の経験なんだけどね、やっぱ狼目線で初日心霊釣りたいんよね。狼目線ね、もうかなりの経験で心霊からやっぱ釣って初日もしかしたら残った霊能残す確率まあまああるんよね。だから、だから俺8釣ったんだけど、8の方に釣ったと思ったから8投票してるよ俺。そうなんです。それはスタイルの違いがあるから、そして4、8の精査は、みんなの精査が100合ってるとは限らないでしょ。8の発言は、決して真っぽいと言えるものではなかったですよ。まあまあ、そうだけど、その4は自分はちょっとなんかあれだわ、うん、自分が心霊能だからって言って、なんかその自明でしょみたいな感じを出しすぎたわ、ちょっと。で、投票見て、結局投票的に村側って4言ってるやん。で、狼陣営が8言ってるやん。4真ですからね。そうそう、4真だけど、村側の視点はみんな4偽じゃん。いや、違いますよ。そんなことはないです。え、7番さんも4入れたんでしょ？入れたけど、めっちゃ迷ったよ。そんなに差が、あの票ほどの差が自分の思考の中でついてるわけではないです。けど、大体4だからその4番の出方が偽かなっていう思う論は分かった。だから要は人狼的には霊能釣りたいわけやんか。そうそうそう、心霊釣りたいからね。メリットはないから、メリットはないから、釣り位置なのにもかかわらず4番に出てくるメリットはないからっていう論は何でしょう。要はだからなんていうの、霊能のその釣られない可能性にかけたっていうふうに村人は見えたわけでしょ。だし、そもそも4番のその他の精査が別に白いものとは思えてなかったからね。そうそう、だからそれで釣り位置になったわけじゃん。ハチクロはちょっと見えなかったよね。で、その釣り位置の状態で出てくる人狼なんだったらそれメリットないじゃん。だってどうせ釣られるからっていう主張をしたんだけれども、それに関しては村人から目線から見たら、ただ釣られるよりも、なんていうの、霊能を残しとくか、8番にやって、なんていうの、その8番を釣れる可能性がある語りのローだって出てきたっていうふうに見えたんでしょ。まあ4がローだったら何かしら語らないと終わりますからね。でしょ、そういうことでしょ。そうそうそう、だからそれ村人目線からしたらそれは見えなかったでしょ。だから4番の自分の、そのなんていうの、心霊能的なその目線をちょっと出しすぎたと。だからそのみんなの目線に立ててなかったっていうところで釣られちゃったわけ。だから4に入れてない1、3がやっぱ怪しかったよね。いや、普通に俺村にいても4の方が真に見えたけど、あの8の発言。いや、多分ね、1番3番って人狼同士だったからだと思う。村目線4の黒もあるから、
3番さんは4の白見えてるからじゃないかなと俺は思うんだけどね。うん、俺4のつながる例の詩あると思ったのよ。あと3番さんが強靭目だったことから。いや、3の興味もわからんけどな。いや、だって3って9叩いてるから結構あると思ったけどね。え、強靭だったら、その先を叩くっていう論もないですよ。いや、だって9の裏返し入るし。強靭だったらどっちみち入るから。どっちにしても入るから、だったら3が狼でもラインをめっちゃつなげるっていう思考はあるので、それは、だから3が興味にはならないですよ。いやでも3の興味は結構あったと思いますよ。3が強靭だったら占われてもいいっていう思考があるから。そうそう。で、新郎新郎にして、3隠し色になったら隠し色で、6球釣りますとか言えるしね。だから結構今日あると思ったから4ロー、4一あるかなと思ったよね。もう一回やります。ああ、自分はこれで終わります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。